のが電子制御、電子制御のサスが効いてるみたいで、あ、早いですね。全然違うでしょ、軽いでしょ、もう軽いですね、全然。4600cc になってきます。そう、どんだけ絞ってあるかっていうのが分かる。いろんな人が乗るからやっぱり乗りやすくしてあるんだろうね。 あと燃費とかね、そうっすね、そういうの考え、スポーツとかにして踏みまくってると本当燃費悪いからねでも本来はそのぐらいパワーがあるってことだね。山とかビンビンちゃうんすか。いや、行かないっすよ、山は。ただ高速とかのね、加速とかは全然入れた方が早いです。追い越しとか。助手席でもやっぱ快適は快適だね。快適、セルフリストでかいっすね。そう、やっぱサイズがありますよね、やっぱね、はい。みんな言いますよね、はい、これ乗った人は。まあ20インチでね、扁平入ってるとは思えないっていう。左に入るのに右出してましたよね今ね。なかなかすごいな。これどこのオイル入れてるんですか。普通 あの量販店のやつですよ。超安いやつですよ。ただ何、3000キロ、はい、前後ではもう書いてますけど、ね、あ、それぐらいしかやってないですね。あ、ただなんかいいオイル入れてずっと変えないよりはね、どんどん変えてやった方が、ね、はい、酸化しちゃうんでね。ここら辺では取り扱ってないですけど、和光とかすごいですね。いいですね、まあ、そこまであのあれがお金が回ればねあ、結構高いんですよね、多分ね。3万キロに1回交換すればいいみたいな。あ、そういうのがあるんだ。利用する場所に。うわ、すごいね。和光図はよくねえって言われたんですか。ああ。多分あの、なんだっけ、50号乗る手前になんか酒屋あるじゃないですか。もともとローソンだったとか。ああ、はいはい。あそこの近くになんか結構旧車とか置いてあるとこあるじゃないですか。あそこでなんかやってくれるみたいで。ターボとかだとね、もっとね、気にしなきゃなんないかなと思って、ね、昔、スープラとか、あれして乗った時はね、結構、夏とかね、はい、固め入れたり、ストーリーしかけてると怖いですからね。そうそうそう、熱が違うんだよ、もう全然。マコーズだと被膜落ちちゃうんですよ、なんか暑い日だと粘膜なくなっちゃって。で、一回マコーズ入れて、オイル交換しようっつって、ドレインボルト抜いた瞬間、サラダ油みたいにパーって出てきちゃって、はぁ、全然粘膜ねえじゃんと思って。それも困るね。サーキット行ってる人に聞いたら、マコーズはいい、よくねえねえって言われたっす。自分ちのレースチームはすごいいいの使うけど、他社は本当にダメ、適当だよって言ってます。クリアランスソナーなんか言うんすか。あ、なりますね、近づくとね。それもオプションですね、これは、ね。あ、はい。あとエアシートもオプションなんですよね。ああ。あとリアサンシェード、そうか。あと ETC か、ビルトイン ETC。 あとホレーコと、あとなんだっけな、エアピールがついてますね。あ、今稼働させてるんですよ、確か。エアピューリー。花粉除去とかあったらいいですけどね。ね、本当に今は
ひどいですよ、ほんと。なんかプラズマクラスターから入ってるんですけど、聞いてんのこれと思ってますね。あー、やっぱ新しいからすごい入ってるの。はい、21だとプラズマクラスターじゃなくて、なんだっけ、なんかこういうスクランブルモードにしてみます。これ少し踏んでもらう、まあ、軽く。まあ早いですね、これは。早いです、本当に。なんか全然、なんか俺踏んでねえのにこんな加速していくと思って。そうなんですよね、これだともうあっという間に出ちゃう。普段乗りにくいですけどね。まあシビアになるですね、ブレなんか。そうそうそう、スポーツだと本当過敏に反応しちゃうんで、はい、だからスロコンによってはあんまり細かくコンフォートとかないやつだと過敏すぎて嫌って人がいて、外しちゃう人もいますからね。でもシークルはいろんなモードが、エコもあるんでね、燃費重視のモードもあるし。こんだけ快適ならね。快適ですね。多分寝ちゃうかもしれない、その感じで。そうそうそう、本当に。だから足回りとかでも全然変わっちゃうんだなっていうのが。そうですね。でホイールも重いやつだから、ディッシュ系とかだとやっぱちょっとバタつくんじゃないかなと思います。これミッションオイル交換したらすげえ良くなりそうですね。なりますね。まあ、でも古いから怖いですけどね。あ、でもできるショップありますよ。マジで、はい、そういうところで頼みたいですね。俺が行ってるショップはできるですね。あ、10万キロ行ったんで交換してもらって、なんかエンジンかけっぱで、こう新しいオイルと古いオイルを循環しながらバーって洗い流して。あ、そこに交換するんだ。はい、あ、そう、交換やって、あ、でもっと綺麗にしたければ新しいオイルどんどん継ぎ足してやるしかないですけど、値段が結構いっちゃうんですけど。いっちゃいますよね。でも長く乗りたいならやった方がいいって言われて、あ、次やるなら12万キロになったら来れば、そしたらもう完璧に、もう新しくなると、完璧に綺麗になるって言われて。それ一番分かるのがやっぱり CVT だそうです。ああ、無段階変速、はい、あ、そんなに変わるんだ。あれは変わるって言ってました。あれって、そっか、一緒に出る。今のベルファイアとか CVT なんですけど、入れるミッションオイル ATF ですからね。あ、CVT なんで ATF ってことですけど。あ、そうなんだ。あれなんかね、スープラの6速ミッションのオイルが確かトヨタ純正のATF だった気がするんですよね。へえ。昔ゲトラグ製6速ってね。特殊みたいな、いろいろありますよね。そうですね。まあでもセルシオは本当壊れない方だと思う。全然壊れないですね、うん、この距離でもね、全然普通に、うん、まあ個人タクシーとか200キロ行ってます、ね、ああ、行っちゃうと思いますよ、全然。回転がまず上がんないですもんね、はい、1000回転から2000回転で全然一般の、あれは。ディーゼルみたいなですよ、ね、うん、そうそうそう。逆に低回転回さないから高回転回してあげないと。そう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 、すず溜まっちゃうんですよね。そうなんだ、だからたまにちょっとね、スロコンをレスポンス要求して回すんですよ。俺のすごいですもん、ずっと低回転で走ってきたせいか、黒煙だらけで。ああ、ある程度ね、回してやった方がね、はい、いいこともあるんですよね、出るんで。あと全く乗んない車もあんま良くないんでしょうね、これ。良くないと思うんですね、ある程度。細くて握りやすいですね。あ、違います、はい、全然。やっぱ違うんだね、車によってね。200系のマジスタはね、その試乗したことないんで、あ、興味はありますけどね、どんな感じなのかな。結構でかいですね。でかいですよね、はい、4人乗りがあるんだ、あいつだけ、
次の街ですか、ね、あ、あるな。4人乗りなかったんですけど。内装って共通してるんですか、結構あれって。メーターも全部違うですね。あ、違う。ここら辺も若干同じっちゃ同じなんですけど。でもやっぱ違うんだ。違うっすね、4.6 だもんね、あれ。そうですね。20マジのインパで移植したいぐらいですね。ああ。文字が確か青だかなんだかなんですよね。ああ。トヨタってなんかグリーンじゃないですか。そうですね。日産白なんていいですよね。打ち返しなくても。